5月7日金曜日、時刻は夜7時30分になりました。皆さんこんばんは、日向坂46の小坂直です。さあ、東京 FM でレギュラー番組を持たせていただいてから2ヶ月目に入ったのですが、なんと、この度私小坂直が5月の東京 FM のタイムテーブルの表紙を担当させていただきました。ありがとうございます。すごい。いや、ありがとうございます。本当にすごく嬉しいです。 なかなかないというお話を聞きまして、いや、本当にすごくいい機会をいただいたなと思います。でも私まだ、あの、タイムテーブルを見てないので、まだちょっとわかんないんですけど、この時にはもうね、皆さんもしてるんじゃないかなと思います。朝から夜までたくさんの番組が載ってますので、皆さんぜひチェックしてみてください。ということで、まあ私もいろ表紙とか雑誌とかでやらせていただいて、最近だと、 そう週刊少年マガジンさんの表紙、務めさせていただいたんですよ。皆さんチェックしていただけましたでしょうか私、あの写真すごい好きなんですよね。<laughs> ポニーテールでね、表紙撮らせていただいたんですけど、すごい楽しかったですよ。うん。で、私、これ、自称なんですけど、晴れ女なんですよ。疑ってるんですけど。<laughs> そう、私、本当に晴れ女なんですよ。でも、これは、 私の撮影するソロの個人で、こうやってグラビアとか雑誌とか撮らせていただくとき、毎回晴れるんですよ。雨で撮影したことなくて、この3年間。曇りのイメージ。失礼ですよ。いや、曇り、まあ多少曇りもあるんですけど、でも途中で晴れてきちゃうんですよ。そうで、この3年間活動を続けてきて、一度も個人の撮影で雨に遭ったことが一度もないんですよ。 で毎回本当にいい天候に恵まれ前の日が前日が雨が降ってた撮影明日なのにってなってても翌日になればもう晴天ですよ今日も晴れてるよ確かに今日も晴れてたそうだえだから私晴晴れれななんんでですすよ女それから毎回ねいろんなあの雑誌とか撮らせていただいてるんですけど毎回すごくあの爽やかな表情をしていると思います。<laughs> <laughs> なので皆さんもこれからぜひチェックしてみてください <laughs>。ということで、ここで一曲お届けしたいなと思います。今日はちょっと家族をテーマにしたソングを流そうかなと思います。それでは聴いてください。星野源さんでファミリーソング。星野ドラゴンクエストプレゼンツ。日向坂46小坂奈の小魚ラジオ。この番組は星野ドラゴンクエストの提供でお送りします。 東京 FM からお送りしています。日向坂46小坂直の小魚ラジオ。ここからはマンスリーテーマのコーナーをお届けします。毎月一つテーマを設けまして、リスナーの皆様からいただいたメッセージをご紹介していきます。5月のマンスリーテーマはこちら惜しくも採用にならなかった小坂直のファースト写真集のタイトルはさあ、新しいマンスリーテーマでございます。<laughs> 6月29日に私、小坂直がファースト写真集を発売させていただくんですけれども、この大事な初めての写真集で、惜しくも採用されなかったタイトルは何でしょうかというお題でございます。皆さん、企画会議に参加したつもりで送ってくださいね。<laughs> そう、あくまでもですよ。採用になってないものですからね、皆さん。<laughs> そこに注目して読んでいこうかなと思います。 えー、ラジオネーム、お兄坂さん、男性の方からいただきました。朝は3時間早く起きて、アニメを6本見てから家を出ます、小坂直です。<laughs> もう語りじゃん、こんな。<laughs> 自己紹介じゃん。これはタイトルには使えません。確かに自分のことは知ってもらえるけどね。なんか帯分みたいですね。タイトルじゃなくて。<laughs> さあ、続いて、続々いきますよ、えー。ラジオネーム、しっぽっぽとりのバードさんからいただきました、男性の方です。 うわー、小坂いるわー <laughs> これも私が言ったやつ。<laughs> 私が言ったやつ。パロディしてるだけ。<laughs> でもちょっとわかるけどね。うん。<laughs> 合ってるけどね。<laughs> さあ、続いて、えー、ラジオネーム、たらばっぴさん。男性の方からいただきました。野木坂桜坂日向坂いやいや、小坂師匠。おー、いいね。真面目に考えたね。<laughs> え、でもこれすごい面白い。そう、私も、ひらがなケーキで、最初入った時に、え、今や、あんまりやらなくなったんですけど、キャッチコピーで言ってたんですよね。三本坂みたいなことを <laughs> 言ってたので、すごい、これ面白い。いいですね。いいタイトルだ。でも採用になってないですからね。<laughs> <laughs> えー、続いて、ラジオネーム、明日からカルパッチョさん、男性の方からです。重版の予感です。<laughs> シンプルだなストレートだなあ <laughs> まあそうなっていただけたら嬉しいでございます <laughs> <laughs>、えー、ラジオネームカラウリュックさん男性の方からタイトルは「この街も変わらねえな今日のテンションやたら高いなあ」みたいな目で私を見やがって「忘れちまったか?」「私だよ私」「小坂直だよ!」<laughs> ハンバーグ師匠のネタでございます <laughs> <laughs> だからこれさ、タイトルじゃなくて、帯文なのよ。<laughs> タイトルじゃないのよ、これ。語ってんのよ、私が。自分を。<laughs> さあ、続いて、えー、ラジオネーム、ずっとインフェルノさん、男性の方からです。小坂尚上から見るか、下から見るか。いや、全方位民かーい。<laughs> これおもろい。<laughs> これ面白い。<laughs> いいね、いいね、これ。面白い、確かにね。上から見るか、下から見るからじゃなく、 全本位から見て欲しいと <laughs> これいいじゃん <laughs> これいい面白い最高さあ続いてもお、えー、カラーリュックさん <laughs> 男性の方が <laughs> いっぱい来るね <laughs> えー、タイトルは <laughs> 制服にさよならをいいじゃんえいいじゃんそうだよそう私18歳の姿を撮っていただいたっていうお話をしてましてその高校生の時の姿っていうのと 大人になった卒業後の私の姿っていうのを今回この写真集に収めていただいてるんですよ。えぴったりじゃないですか制服にさよならを。超いい最高でも採用じゃないですからね。<laughs> え続いてラジオネームトリケラトップスの K さん男性の方から <laughs> 一番好きだとみんなに言っていた小坂直の姿が思い出せない。それは思い出してほしい。<laughs> うん。切実に思う。それは思い出してほしい。<laughs> 消さないで私を。<laughs> 消さないでほしい。思い出してほしいな、それは。えー、続いて、ラジオネーム、グリタンさん、男性の方から、<laughs> 初つ、小坂 <laughs> あのさ、もじってんの。<laughs> 初月ツでしょ <laughs> 初月ツでしょこれ。<laughs> やだよ、こんなの。<laughs> 採用しません。えー、続いて、ラジオネーム、ラーメンのぬいぐるみさん、男性の方から、 えー、タイトル。白亜紀に恋して。<laughs> でも説明書いてありますよ、ここに。えー、ナオさんといえば恐竜ということで、ナオさんが大好きなトリケラトプスなどの恐竜が生きていたとされる白亜紀を使ったこのタイトル。もうこれしかないと思いました。どうですか <laughs> まあね、確かに私恐竜大好きだし、まあね、白亜紀を愛してると言っても過言ではないですけど、 こ私じゃなくないこれ、白亜紀の恐竜の写真集にならないこれ。ね <laughs> 私じゃないよねこれ。じ <laughs> ゃ <laughs> 続いていきますよ、えー。ラジオネーム、洗濯機プライドチキンさん男性の方から、タイトルは、思い続けてきたサタデー。<laughs> これさ、キュンの歌詞なのよ。<laughs> 確かにね、あの、ファンの人からしたら、思い続けてきたって言っていただけたら、私はすごい嬉しいですよ。うん。 ずっとなおちゃんのこと思い続けてきたんだって。一週間みたいな。<laughs> でもこれ、歌詞なのよ。<laughs> 撮ってんの <laughs> タイトルにできない。<laughs> えー、ラジオネーム、大を平八郎のお味噌汁さん、男性の方から、タイトル、わたし。<laughs> <laughs> 何なのこれもう、初小坂からさ、<laughs> <laughs> その、なんか、ぶりっ子選手権みたいなさ <laughs>。<laughs> <laughs> はい、不採用。ラジオネーム、少年カラーさん。男性の方から、えー、タイトルは、魚群。え説明読みますよ。<laughs> なおちゃんのあだ名は、小魚、かっ小魚。で、この写真集には、いろいろな小魚が載っていると思うので、小魚がいっぱい、イコール、魚群という発想で、このタイトルはどうかなと思いました。 うん、これは、えー、お魚の写真集になります。はい。小魚の写真集ではございません。<laughs> 魚の写真集になっちゃうね。確かにね。あの、小魚っていうのから、小魚っていうのはすごいうまいと思います。うん。でも魚群は違うな。続いていきますよ。えー、ラジオネーム、オーマイ・ウォン・オン・オーさん。男性の方から、えー、タイトルは、小魚さんと一緒。<laughs> かわいいなあかわいいなあ説明ちょっと読ませていただきますよ。<laughs> え小坂さんのニックネームと某教育番組をもじってみました。一緒という単語が入っているので、彼女感をコンセプトにした写真集になっていると思われます。そうだね、確かにもじってるね。私も昔見てました。<laughs> <laughs> まあ、彼女感ね、わかるよ。はい、えー、続いていきます、えー。ラジオネーム、ラングレーさん、男性の方から、えー、タイトルは、小魚天国、えー。説明読みます。あの有名な曲のタイトルをもじってみました。 お魚天国ね。まあ、でもこの写真集開いて、あ、天国だって思ってもらえたら、いやそれはそれで嬉しいですけどね。ちょっと、うん。採用しません。<laughs> え続いて、えー、筋トレ天使キタエルさん。タイトルは、何見とんねんわれ偽物ちゃうぞ <laughs> 怖いこのタイトル怖い <laughs> 関西人だからね、私が。私が関西の人だからね。 何見とんねん、あれ見せ物ちゃうぞ。<laughs> じゃあ何のために出したんだよ。<laughs> <laughs> さあ、ラストいきますよ。えー、ラジオネーム、すったきららさん男性の方から、タイトルは、本当は海外で撮りたかった。ありがとう言ってくれて。<laughs> <laughs> ありがとう。いや海外行きたかったんです、私も。行ってみたかった国あったんですよ。本当はね、あの、アメリカに行ってみたくて。 私、海外、あの、仕事で、あの、韓国に行かせていただいたぐらいで、海外行ったことないんですよ、ほとんど。だから、あの、写真集っていう、その、素敵なお仕事で、あの、海外行きたいなって思ってたので、そうそう、本当は海外で撮りたかった。うん、これは、私の言葉を代弁してくれた。ありがとうございます。ということで、すごいいいですね、皆さん。めちゃくちゃ読んだけど、どうだったいや、 皆さん、センスありますよ。面白い、これ。なんか、今回多分、いっぱい読んだので、面白いタイトルもすごいあったし、あ、これいいなって思ったのもあったし、良かったのある良かったの結構ありましたよ。本当にいっぱい読んだし、なんだろうな、良かったの。え、そうなんですか、ごく一部。たくさんいただいたんですね。ありがとうございます。え、でも、えへ。 <laughs> でもそうだな大喜利に走ったからなみんな <laughs> いや嬉しいですよ大喜利に走ったのはすごい面白いですえー、でもどれかなあこれだえー、乃木坂桜坂日向坂いやいや小坂っしょ私はこれが一番好きでした <laughs> なんか可愛いし <laughs> そこの坂を選ぶんじゃなくて小坂を選んでねみたいな感じの意味も込められてるしすごいいいタイトルだなと思いました でも、皆さん、聞いてください。これ、おしっくも採用にならなかったですからね。<laughs> まあ、これからも、あの、マンスリーテーマですので、まだまだメールお待ちしております。以上、マンスリーテーマのコーナーでした。さあ、この後は、ラジオドラマのコーナーをお届けします。今回は、どんなストーリーになっているのでしょうか。星のドラゴンクエスト、ショートドラマ。冒険王ガイアス。私の名前は、勇者なお。 ブルリア星に迫る危機を救うため、世界中を冒険しています。星見る神殿で、ボスの骸骨と彷徨う鎧を倒した私は、ある不思議な体験をしたんです。なんと、冒険の書から、おじいさんが現れたんです。まずは、その時の私のリアクションをお聞きください。え何怖い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 マジで怖いんだけど早くその本閉じて いかがですか本を開いておじいさんが出てきたらみんなもこうなりますよねそしてそのおじいさんが名前を名乗ったんです。冒険王ガイアスと。続いてはそれを聞いた時の私のリアクションをお聞きください。え何怖い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 マジで怖いんだけどいいから本閉じてまっ 全く同じリアクションでした。まだパニック状態ですね。そしてこの後です。どうやらそのおじいさんから力をもらったのか、私には星見る力というのが備わりました。これは世界全体を見ることができる、そんな力なんですが、それを早速使ってみたんです。続いてはそれを初めて使った時のリアクションをお聞きください。へー。 まあ、これくらいのリアクションでしたね。冒険するにあたっては、便利は便利なんですよ。でも、今の段階だと、まだそこまで使えないので。そんな、この世界のために頑張っているおじいさんと出会ったわけですが、続いては、趣旨を変えて、まずは、私のリアクションを先にお聞きください。いや、働きすぎ休め、休めおじいさんは、何と言ったのか。 答えは私のおじいさんのモノマネと一緒に最後に発表します。こうして私はまた新たなステージへと進んだ。でも、まだまだ戦い続けるんだ。そう、世界が平和になるまで。えー、わしは77歳だ。いや、働きすぎ休め,休め、休めさあ、続いてのコーナーはこちら。小魚ベストワン。 リスナーの皆さんが考えたお題に沿って、小魚のベストワンを発表していきたいと思います。では、早速メール紹介していきましょう。ラジオネーム、まとなりのロトトさんから、男性の方からいただきました。小魚、ギターで弾いてみたい曲ベストワン。おー、なるほどね。ギター、そう、私ギター始めたいって言ってギター持ってるんですよ。そう、親戚にいただいて。でも、ちょくちょく、その、お仕事から帰ってきて時間ある時に、 ちょくちょく触ってはいるんですけど、まだそこまで上達はしてないんですけどね。弾いてみたい曲ベストワンか。いやでも弾き語りいいもんな。うわなんだろう。悩むなあ、悩むどうしよう。<laughs> あ、でも、あります。それではお答えします。小魚ベストワンは、キュンです。そう、キュンってな、あんまりそのギターっていうイメージないじゃないですか。でも、 なんかそういう日向の明るい曲をギターでちょっと和やかにっていうか、そういう雰囲気で落ち着いた雰囲気でちょっと弾いてみたいなっていうのもありますね。さあ、続いて行きましょう。ラジオネーム、コデランニコータさん。男性の方からいただきました。チャーハンをすんごくパラパラに作ることができそうなメンバー、ベストワンは誰ですか <laughs> すんごくパラパラにね。<laughs> すんごく強調されてますから、すんごくって。<laughs> ああ、なるほどね。いや、でも、はい、決まりました。早いですよ。え、それではお答えいたします。小魚ベストワンは、佐々木久美さんです。え、これでもなん、なんとなく、皆さん思い浮かべたのではないでしょうか。私だけじゃないはず。なんか久美さんって、まあ、料理できるし、手際がいいイメージがあるので、すっごいパラパラ、<laughs> すんご、すんごくパラパラなチャーハンを。 <laughs> 作ってくれそうなイメージがあります <laughs>。続いていきましょう。えー、ラジオネーム、ひくつでこそくさん。男性の方からいただきました。小魚が好きなツッコミワードベストワン。ほー、なるほどね。ツッコミワードか。いや、ツッコミワード難しくないベストワンでしょそうだななんて、あはは。 行 <laughs> きましょう。わかった。<laughs> ベストワンね。えー、それではお答えします。小魚ベストワンは、それ持ってんで。<laughs> もうこれじゃないこれ一択でしょ <laughs> 私、これめっちゃ好きなんですよ。<laughs> もう番組中に、あのメンバーの高瀬真奈さんが、あの、ボソっと言った一言で、あの、それ持ってんでっていう、そのエピソードトークを話した時に、<laughs> あの、言ってたんですけど、 これ、ツッコミバードじゃないかなベストワンでしょ、これが。<laughs> さあ、続いて、えー。ラジオネーム、もちもちなカズマさん、男性の方からいただきました。小魚が M1 に出場するなら、相方に選びたい人ベストワン。おー、M1 にね。難しいな。相方でしょメンバーでもいいかなじゃあ、いるよ。うん、いるいるいる。はい。 それではお答えします。小魚ベストワンは、宮田まなも。これ、メンバーでもいいかなって言った時に、親って思った人いるかもしれないんですけど、私たち結構、あの、ボケとツッコミみたいな感じの会話してるんですよ。どっちがボケとツッコミえっと、私がツッコミで、宮田がボケです。<laughs> <laughs> そう。あの、なんかね、宮田は、ちょっと、 ふざけるるるがあるんですよ私と一緒にいる時にいそこで私が真面目にあのツッコミを返すみたいなシーンをいろんなところで見たことあるんじゃないんでしょうかブログとかでも多分そうだし書いたことあるしそういう行動を目にしたこともあると思うんですけどもしも m 1に出場するならそのツッコミボケっていうのがはっきりしてる人であれば私は宮田かなって思いますさあ続いて。 ラジオネーム、円周率さん。男性の方からです。えー、ベストワンは、好きな匂いベストワン。おー、シンプルにね。好きな匂いベストワンか。うわー、これ悩むないろいろ香水とか、いろんな種類を使い分けてるんですよ。私今、何個持ってるんだっけな、ね、?4 つくらい持ってて、それを日によって気分で変えてるんですよ。今日はこれだなあ、今日はあれかなって言って変えてるんですけど、 おしゃれ。え、本当ですか嬉しい。<laughs> 嬉しい。そう、だからその香りとかも結構いろいろ変えてるちょっと大人っぽいおしゃれな感じの匂いだったり、ちょっと女の子っぽい甘い系の香りだったり、ローズっぽい感じの香りだったりっていうの結構いろいろ持ってるんですけど、うわぁ、悩むなーでもなんかアロマ系の匂いも好きなんですよね。ちょっとな、癒し効果のあるというか。うわ悩む。どうしよう。え、一つでしょはい、決めました。 それではお答えします。小魚ベストワンはラベンダーです。ラベンダーってなんかすごいリラックス効果もあるんですよ。あの香りって。だから私よく入浴剤とかラベンダーの香りのものを選ぶことが多いです。王様のブランチ的なトークになってきた <laughs>。あれそんな感じになってきたあれ <laughs> おしゃれなトークになっちゃったかな <laughs> 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 ラスト、いきたいと思います。えー、ラジオネーム、おひさまーさん、男性の方から、小坂さんの、ここぞという時に聞きたい曲はあー、なるほどね。ここぞという時に聞きたい曲か。いや、いっぱいあるよ。いっぱいあるんだよ。えー、悩む、どうしよう、ここぞという時でしょはい、決めました。それでは、お答えします。小魚ベストワンは、 グリーンさんのプライドです。いやこの曲めっちゃいいんですよ。高校野球のテーマソングになってたんですよ。このプライドっていう楽曲。だからやっぱりその部活やってた時も聞いてたんですけど、このアイドル始めてからもやっぱりそのステージに立つっていうのも一つの自分の中の勝負であって。 そう自分に打ち勝つだったりとか、プレッシャーに打ち勝つっていうところでも、一つの勝負どころでもあるし、そういうところで結構、なんだろう、後押しされるような楽曲だなと思います。いや、いい話した。皆さん、たくさんのベストワンのメールありがとうございます。いろいろこだえれて私もすごく楽しかったです。以上、小魚ベストワンのコーナーでした。 東京 FM 星のドラゴンクエストプレゼンツ日向坂46小坂なの小魚ラジオそろそろお別れのお時間となりましたこの番組ではいろいろコーナーもやっていきますリスナーの皆様からコーナーへのメッセージを募集していますコーナーの詳細は番組ホームページに書いてあるのでぜひチェックをお願いいたしますメッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください OD 内の番組ホームページには、スタジオ写真や放送後期、OD でしか聞けない内容もありますので、ぜひ聞いてください。そして、ツイッターの方もお願いいたします。ハッシュタグ小魚でツイートしていただきたいなと思います。フォローもお待ちしております。さあ、本日の放送はいかがだったでしょうか。そう、ドラマで、ちょっとね、驚いたリアクションがたくさんありましたけど、私の モノマネどうでしたおじいさん。<laughs> おじいさんね、私初めてやりましたよ。おじいさんのモノマネなんか。やったことない。<laughs> 初挑戦でした。<laughs> でもすごい面白い内容でしたね。次回がすごく気になります。ということで、ここまでのお相手は、日向坂46の小坂直でした。また来週。星のドラゴンクエストプレゼンツ。日向坂46小坂直の小坂なラジオ。この番組は、 星のドラゴンクエストの提供でお送りしました。日向坂46の小坂奈です。さあ、本日もいかがだったでしょうか面白かったですね。いろいろお話できて。それではここで放送では紹介しきれなかったメールをご紹介していきたいと思います。えー、ラジオネーム、シカタンさん、男性の方から、えー、こんばんは。僕の悩みは髪型についてです。僕は高校の3年間ずっと同じ髪型で過ごしてきました。 4月に大学生になったので、新規一点、新しい髪型に挑戦しようと思ったのですが、なかなかどんなのにするか決められず、また美容室に行けていません。そこで質問です。小坂さんは男性のどんな髪型が好みですかああ、好みか。そんなに私こだわりないから、あれなんですけど、あの、C って言うなら単髪、単発 が、その中心くらいがいいかなって思いますね。長髪はあんまり好みじゃないかな私は。うん。短髪も、ま、スッキリしてすごくいいと思うし、最近だとやっぱりセットする男性の方多いじゃないですか。髪の毛セットするのすごい多くなってきてるし、って考えたら、ちょっとなんかマッシュっぽいというか、っていう髪型とかは割とアレンジ聞きやすい髪型と、だと思うので、 そこでいろいろ変化つけれるんじゃないかなと思いますよ。一つのこれってなっちゃうと、やっぱ、それに縛られちゃうので、アレンジっていうのとかを挑戦してみたいなって思ってるのであれば、マッシュとか、そういうちょっと長めの髪の毛っていうのもありなんじゃないかなと思います。ぜひ参考にしてみてください。えー、続いて、モーレツーシーさんから、男性の方からです。えー、将来大人買いしたいもの。あー 大人買いしたいものえー、なんだろう大人買いしたいものでしょあー、そうだなー。うわ、悩むな、これ。車、家 <laughs> いや、確かに、将来ってなるとそこまで確かに広がる。車、家っていう。いや、確かに家も欲しいけど、家も欲しいけどなでもなんか、 買ってしまったら終わりみたいな感じをすごい感じちゃいます。家とか車とかって。<laughs> なんかまだ、まだ欲しいって思えるロマンが欲しい。<laughs> 私は。<laughs> だから、そうだな、大人買い,いでしょしーって言うなら、あ、待てよ。<laughs> 待てよ。どうしようかな。え、でも私が純粋に、 欲しいっ,て思ったものは漫画 <laughs> そっちかなーって思ったから <laughs> 小さい確かに小さい確かに小さいですよ <laughs> でもなんか大人買いなんかなかなかあんまり漫画って大量に買えないじゃないですかって考えた時に大人買いしてもうこれこれこれって集めたいって思うなら漫画かなって ちちょっっと思っちゃいましたね私は全館買うん全館買い <laughs> うん全館買うんまとめて買うこと結構多くてハマ、うん、っちゃうとまとめて買っちゃうのででもなんか関数が多すぎて買えないみたいなとかもうやっぱ今まで全然あったのでそれを将来買ってもいいよって言われるならあじゃあ買いまーすって感じ、ね。<laughs> <laughs> 大人がい漫画いいんじゃないですかということで、オーディの方でもリスナーの皆さんのメッセージをご紹介していくので、引き続き番組のメッセージフォームからどしどしお送りください。お待ちしております。それではまた来週お耳にかかりましょう。日向坂46の小坂直でした。バイバイオーディ